はい、こんにちは、ドルーパーズの山中です。今日はとある森にカブトムシを探しに来ました。そしてこちらにいるのがカブトムシ探しのプロさん、はい、虫除けスプレー持ってこいって言われた、はい、まず匂いで探すって言ってますよ先生が。お、もう捕まえたらしい。あら、あら大変。どちらどちらにいたんですか。ここに、はい、まずは普通のカナブン見つけました、ね、でこの木は老齢でだいぶこうこうやってなんかちょっと立ち枯れっぽいですけど生きてますってことは古い木はやっぱ樹液が出るので今は日中だからカナブンがいた。うん、すごい探してる。ナイフありますよ。いや、あの、あんまりこういうのは派手に破壊しちゃダメなんですよ、うん、要は昆虫にとって貴重な住処なので、はい、触れば崩れるぐらいなところをやるのはいいんですけど、そうそうそう、あんまり器具で破壊するのは良くないです。で、こういうところ隙間の間に大体住んでますね。やっぱりこうね、土の中にいるんですよ。ああ、なるほど、ね、うん、それ夜になったりこう葉っぱの裏とかから出てくる。で結構ね、夏にいると思われてるケースが多いんですけど、樹液出すのはやっぱ梅雨が多いんですね。こうやって、まあ、カナブンなんかはいますけど。で、木ってレイヤーがあって、樹根と根元と幹のところと、あと樹幹って言っててっぺんのところがあって、で、おのおの生息が違うんですね。で、あの、ミヤマクワガタとかそういうのは樹幹の部分にいますね。だから、あの、飛翔能力っていうか飛ぶ能力が強い。生き物、昆虫というのは上の方に行きます。これは非常に採集が難しい。その代わり透過によってきます。明かりですね。雲の巣があるんで、うん、こうやって棒でこう、はい、こういう黒いところが出た跡です、うん、樹液が出た跡。出た跡なんか上の方にはいるだろうけど、そうですね、大体取ってくださいみたいな位置にいるやつってね、結構珍しいんですよ、うん、うん、まあ大体取りづらいところにある、うん、近寄りづらいっていう。なるほどね、はい、また夜になると全然違う森が、うん、あの森が違う姿に見せるんで、うん、楽しいですね、うん。これもそう。いたのはコクワガタでしょうか。これが壊したね。これが良くない。どれが良くないの？これ、あの、これはトラップの跡ですね。何のトラップ？トラップ、ここの中にバナナ入れて潰して腐らしておくと虫が取れるってやつなんですけど、これ大体ね、みんな放置していっちゃうから。あ、なるほどね。そう、こういうのやめてもらいたいんだよ。そう。楽しみ方としてちょっとあと濁さず的なね、うん、ということで、樹液ね、匂いで分かるんですよ。そう、出てると。ああ、まだその匂いが出てない。樹液の匂い、日本酒とお酢を混ぜたような匂いがしますね、うん。日本酒とお酢を混ぜた匂い。目がハンター。出た痕跡はあるなって。これ。まあ、一応でも今もちょっとだけ出てる。そっか、うん。樹液が出た感じ。そうそう、
切れねえ。このナイフでかき分けながら切れねえ。ガーバー BG アルティメイト。面白い。こんなとこでも足元はねちゃんと気をつけてよく見ながら、なおかつこういった中歩くときはクモの巣とか目の前とかもよく気をつけながら歩かないとダメよと、いうことなんですよ。二宮さんにはぐれちゃった。笛を吹いてみた。これすごい。笛がついてて便利な。合流できました。